さん、おはようございます。インダーマクーボーイ、ティンタクです。アスペルガー症候群、子育て、いろいろ言いますね。はい。あとは、AS らしい極端さ、いろいろありますよね。はい。どういうものかって、あと、幼児期から始める。まあ、力がまだとても弱い当時。確かにパターン化されますし、いろんな表現、押し通すのもありますね。痛い読めないにし、上手に処理するためには、なんと感じ取ることが重要です。危険回避のためには、まずサインを決める。選択肢を与える。爆発する前に、未開の目を摘み取る。タイマー、ストップウォッチ、ちょっとしたゲーム、はい、我慢できたらご褒美、口に言ってない言葉をおどけてします。おどけて見せてほしい。もし危険だったら状況どうするか考えておく。まあ、先ほど言ったように、爆発する前に怒りの目を摘み取るのが大事。落ち着こう。脅しに負けちゃダメだ。一人にしてみましょう。こういう時に暴力振り始めてよくあるよね。確かに、一人になっちゃうこともあるね。確かに、いろんな注意によって、いろいろ注意に集中、いろんなテストトラブル解消するためには確かに大事です。以上です。バイバイ。